ラウンバウンズで合わせてダンクです。いやこれチームに勢いを生むようなダンクでした ね、 キムティリー選手のディフェンスを引きつけて、はい、あのピックアウトパスをしてあのノーマークを作りましたよね。三原がここは対応しますがイラブランターラウンからわー決めていきます。やはりこうやってベンチから出てきているメンバーも得点上げてきていますが、これは外から打っていってこれが決まりました。キャッチアンドシュート決めていきます。マックも激しくきます。さあ橋本、橋本と岸本14番同士ユーロセットから決めていきました。いや今もあるニュービル、ゾンビ中村、ニュービル、アイラブラン、ハレルソンというメンバー、フェイダメイです。おーこれも決めていった。いやこれもプレーなんですけど、その田代選手が自分でもシュート打てるのにしっかり引きつけて田代選手にパスを供給しましたね。こちらも外から打っていってこれ決まれば4点プレーになります。そうですね、ハルソンからハンドオフ、その橋本だ、ジャンパー決めていきます。ハンドオフでニュービル、キムチリがついていますがニュービル下がる、どうかクロスオーバー、そしてユーロステップ、エガン選手もアウトサイドシュートがうまいですので、うん、キム・キリ選手含め、両大学籍選手が、ね、シュートうまいですよね。いやこの周り見ながら打てませんでした。クロスオーバーからさあもう一度柔らかい、素晴らしいプレーヤーですね。はい、そうですね、ここは取り切りました。すぐにブレイクしていきます橋本です。